日浦玲子は、兵庫県出身の元卓球選手。2014年12月に、同じ卓球選手の平良太と結婚をし、現世は、平玲子。小学生の頃、兵庫の、その電卓圏で卓球を始める。その後、四天王寺中学校、四天王寺高校に在籍、常に安定した力を発揮し、高校時代は、福岡春名、坂本沙織らと共に、 チームのインターハイ学校対抗6連覇に貢献するが、高校3年の時、決勝で仙台育英学園高等学校に赤杯し、連覇は6で途切れた。高校卒業後はミキハウスに入社し、早くから先輩の藤沼愛と共に ITTF プロツアーを転戦している。2007年度の全日本卓球選手権では福原愛、石川霞を破って、 初の決勝進出し、準優勝となる。2008年2月に一時的に、対抗ハウスに移籍したが、2009年2月に、再び、ミキハウスに復帰した。もともと故障がちであった上に2010年ジャパントップ12で右足首靭帯を痛め感覚が取り戻せないまま、他の箇所も痛めたことにより、2011年2月25日の、 ITTF プロツアードイツオープンを最後に現役を引退した。現在は水野の卓球アドバイザリースタッフを務め各地で卓球教室を行ったり、水野の卓球サイトでオリンピックや世界卓球選手権のプレビュー解説を行っている。またテレビ東京が世界卓球選手権をはじめとする大会中継を行う際には解説者として出演する機会も多い。 ありがとうございます。